おしゃべりタイム第1。スー先生は1998年に初めて日本へ行きました。Hello, I'm Sue 先生. It's been a year and a half since I started the Advanced Japanese Academy. And as you know, JLPTN3's grammar video series ends soon. So now, I want to make more learning series. I created the おしゃべりタイム series so that you can combine the series with your JLPTN3 grammar studyおしゃべり means chit-chatting in Japanese, so it's just a class called chit-chatting time, a series for your JLPTN3 Japanese listening. I'm going to speak a little slower than normal Japanese conversations. I will introduce Japanese and English subtitles. Shall we start the first おしゃべりタイム? Before that, if my class helps you and your Japanese study, don't forget to click that red subscribe button and like also. スー先生は1998年に初めて日本へ行きました。私は韓国で大学を卒業してアメリカのオハイオ州コロンバスで1年間勉強してから日本へ日本語を勉強しに1998年に行きました。日本の愛知県の名古屋市にある日本語学校アドバンスアカデミーで日本語を初めて習いました。最初入学した時の私は日本語のひらがなも読めなかったですが、1年後は JLPTN1 をパスしました。私が初めて日本へ行った1998年には英語ができる日本人があんまりいなかったです。私が東京に住んでいたら違ったかもしれないですが、その時の名古屋は街で人に英語で話しかけると日本語で答えるか変な目で見られました。その時のエピソードです。日本へ行って1ヶ月くらい経った時だと思います。ひらがなをやっとマスターした頃だったので、まだ日本語より英語で話すのが楽でした。学校から家に帰る時に地下鉄を乗りましたが、その日は私が地下鉄を乗る時に地下鉄の切符がポケットから落ちたのか、改札口から出ようとした時に切符がないのに気がつきました。とっても困りましたので、地下鉄駅の係員さんに事情を説明しようとしました。すいません。I lost my ticket. ですが、駅の係員さんは、英語で話す私に日本語で質問してきました。当然私もその時は何の意味かわからなかったです。何回も英語で私が言いましたので、駅の係員さんは仕方がなかったようで、改札口を開けてくれました。次の日、日本語学校の先生の田中さんにその話をしました。田中さんは笑いながら、日本ではティケット言うと理解できません。切符と言ってくださいと教えてくれました。それと、切符という言葉を忘れた時は、チケットと言ってくださいと言いました。同じ英語の言葉でも、カタカナの発音でお話ししないと、英語ができない日本人には全然違う言葉に聞こえることを、その時に並びました。その後、英語の言葉でも英語の発音ではなく、日本語の単語と同じようにカタカナの発音の練習をしながら勉強しました。今後も皆さんのリスニングに助けになるよ。日本で経験した様々なお話を JLPTN3 ぐらいのレベルでお話しします。それでは私のクラスが皆さんの日本語の勉強に少しでも助けになるようなら、下の赤いサブスクライブボタンをクリックすることを忘れないでくださいね。Like のクリックもお願いします。これらは私が次回のクラスを作る勇気とエネルギーになります。よろしくお願いします。それではまた違うエピソードで戻ります。今までスー先生でした。